わけで、コメントで車窓が好きですかって書いたんですけど、勝間さんと僕の話って、もう多分15、6年前なんですよね。その車窓がどうたらっていう。で、その車窓がどうたらネタ、まあいいんですよ。全然扱ってくれるには。僕は全然構わないんですよ。で、今日たまたまマッドマックス TV っていうところの収録で、そのかまいたちさんとお話ししたんですけど、で、まあ、オンエアで使われるかどうかわかんないですけど、その車窓ネタが出てきたんですけど、あれ、勝間さん損する一方だと思うんですよね。その勝間さんがそのタレントであんまりこう、なんか世の中に出てきてない理由って、多分あのネタ、いまだになんかみんなが削り続けてるせいじゃねえかなっていう、車窓って何すかってやつね。なので、なんかどうなのかなと思うんですけど、本当なので勝間さんすいません。はい。で、コメントじゃない。